おい、美咲、明日からの週末なんだけどさ、妹の彩香は泊まりに来ることになったから、いろいろと準備よろしくな。え、明日から彩香ちゃんが？そんなの急に言われても困るよ。ああ、何が困るんだよ。お前は専業主婦で一日家にいるだけなんだ。準備や掃除をする時間ならたっぷりあるだろうが。もし時間が足りてないなら、日頃お前がサボりまくっている証拠だな。もう分かったわよ。黙って準備をすればいいんでしょ。週末の準備は2泊3日ぐらいでいいんだよね。久しぶりに夫婦で東京観光にでも来るの？いや、泊まりに来るのは妹の彩子だけだ。それと大体半年ぐらいは泊まっていくからな。半年も？どうしてそんなに我が家に泊まるのよ。実は彩子は妊娠したんだよ。それで東京の病院で出産したいらしくてさ。だから赤ちゃんが生まれるまでは我が家に泊めることにしたから。なんですって？東京にはおしゃれで食事も美味しい病院が多いらしくてな。しかも彩香が気に入った病院がちょうどうちの近所にあるらしいんだ。だからうちに泊まることになったんだよ。さすがにそれは無理よ、智也さん。数日のお泊まりだったら私も我慢できるけど、半年も、しかも妊婦を預かるなんて絶対に無理。お前の意見なんて聞いてないんだよ。この家の主人が妹を止めるって決めたんだ。嫁は黙ってそれに従えばいいんだよ。そんな。それに美咲にとってもいい機会だろ。せっかくだから妊娠のコツでも彩香に教えてもらえよ。そしたらお前の結婚も治るだろ。なんですって？彩香は結婚して数ヶ月で妊娠したっていうのに、お前は結婚して5年も経つのに全然妊娠しないからな。どうやったら結婚女が妊娠女になれるか教えてもらえ。ちょっと美咲さん、冷蔵庫に生ハムと刺身があったんだけど。それがどうかした？トメヤさんの晩食用に買ってあるんだけど。はぁ、あんたにも入るってものがないの？妊婦は生ものが食べられないのよ。なのにこんなに美味しそうな生ハムと刺身を堂々と置いておくなんて、食べられない私がかわいそうじゃない。ごめんね、彩香ちゃん。これからは見えないところに置いておくね。それにあまり買わないように気をつけるから。いちいち言われなくてもそれぐらいやってよね。本当に結果ないんだから。だからいつまで経っても子供ができないんだ。こんな母親のもとに来たがる子供なんていないだろうからね。ひどいよ、彩香ちゃん。今は私に子供ができないことは関係ないじゃない。うるさい。結婚女が私に文句を言わないで。え、子供なんて超簡単にできるのよ。私なんて結婚してたった数ヶ月でおめでた。それなのに美咲様5年経っても全然妊娠できないなんて、もはや女として終わってるね。あんたお兄ちゃんの言う通り欠陥品だよ。同じ女性なのによくそんなひどいことが言えるね。子供ができない私の気持ちを分かってくれないの？分かるわけないでしょ。だって私は欠陥女じゃないもの。それじゃあ冷蔵庫にあった生ハムたちは捨てておいたから、私の目にこういうのを入れないでよね。分かったわ。今ちょうど買い物に出ているし、おつまみは買い直すわね。あ、そうそう、ついでに美咲さんに伝えたいことがあったの。美咲さんの部屋今日から私が使うことにしたから。え、私の部屋を？今使ってる部屋日当たりも悪いんだよね。だから美咲さんの部屋を使いたいの。そっちは日当たりもいいし、今私が使っている部屋よりも広いし。つまり私の部屋と交換するってことでいいのかな？違う違う、今の部屋も私が使うし、美咲さんの部屋も私が使うの。え、日当たりがいいから日中は美咲さんの部屋で過ごすわ。でも夜はトイレの時間今の部屋で寝ようと思うの。でも私誰かと部屋を共有するとか無理だからさ、いっそのことは全部私の部屋ってことにしたいんだよね。それじゃあ私はどこで寝たらいいの？あんなの知らないわよ。夫婦なんだしお兄ちゃんと仲良く寝たらいいんじゃない？それじゃあ美咲さんの荷物はリビングに出しておくね。智也さん、お仕事中にごめんなさい。ちょっと相談があるんだけどいいかな？彩子ちゃんが私の部屋も使いたいって言い出して困ってるの。あ、だったら譲ってあげたらいいだろ。可愛い妹を頼みなんだから断る理由なんてないはずだ。でもそれだと私の寝る場所がないのよ。え？今使っている部屋も私の部屋も両方使いたいらしくてね。だからこれからはしばらく智也さんと一緒に寝ることになるけど、それでもいいかしら？あ、そんなのダメだダメだ。俺は一人でのびのびと寝たい派なんだよ。夜はギリギリまでスマホで YouTube 見たいし、お前が部屋にいるなんて邪魔でしかないだろう。じゃあ私はどこで寝たらいいの？
リビングのソファーだって小さいし、そんなの廊下でいいだろ。お前の寝室は今日から廊下の床な。なんですって？でも邪魔でみっともないから布団を敷くなよ。廊下の床で静かに寝てろ。嘘でしょ、冷たい床で、しかも廊下でそのまま寝てろっていうの？なんか文句あるのか。どうせお前は子供できない欠陥品なんだ。そんなお前に広い寝室も柔らかくて暖かい布団も必要ないだろ。さすがにこんなのってひどいよ。子供ができないだけでどうしてこんな扱いを受けなきゃいけないの？子供ができないからこそだろうが。お前が妊娠しないせいで俺がどれだけ恥をかいてると思ってる。え？俺よりも後に結婚した友達や同期には追い越されるし、ついには妹夫婦にも先を越されて、お前のせいで旦那様のプライドが傷ついているんだぞ。子供ができなくて寂しい思いをしているのは私も一緒だよ。だからこそ支え合っていきたかったのに、どうして全部私のせいにするのよ。妊娠は女がするものだ。なのにその妊娠ができないんだったら女のせいに決まってるだろう。そんなことがわからないのか、このバカ嫁が。お前は頭まで欠陥品なのか。なんですって？悔しかったら早く妊娠してみろよ。それまでお前の寝室は廊下の床だ。使えない欠陥品は廊下で寝てろ。嫌なら離婚だからな。とっくに離婚してるけど。え？もういいです。ついに私にも我慢の限界が来たので出ていきます。せめて彩香ちゃんが無事に出産するまではと思っていたけど、これ以上一緒に住むと私の心が耐えられないわ。それで今までお世話になりました。おい、ちょっと待てよ。離婚してるってどういうことだ。家を出てどこに行くつもりだよ。実は1ヶ月前に離婚届を出しておいたの。だから私たちは1ヶ月も前からもう他人なんだよね。なんだって？とりあえず実家に戻ろうと思うわ。今日はどこかに泊まって明日のんびりとかやろうかな。どういうことだよ。1ヶ月も前に離婚届を出しておいて、なんだよそれ。そんなの聞いてないし、勝手に離婚届を出すのは犯罪だぞ。犯罪なのは勝手に離婚届にサインをすることよ。でも智也さんはちゃんと自分でサインをしてくれたじゃない。え、あれ、もしかして忘れちゃった？結婚記念日に酔っ払いながら渡してきたじゃない。今年中に子供ができないんだったら離婚だぞって、多分お先の勢いで書いただけだと思うんだけど、そのまま大事に取っておいたんだよね。はあ、あの時の離婚届か。でもなんで今さそんなもの出すんだよ。あの時はまだギリギリ聞き流せる余裕があったの。でも1ヶ月前智也さんは私に欠陥品って言ったでしょ。その時に私の我慢がプツンと切れちゃったんだよね。え、よく私のことをそんな風に言えるよね。私だって子供は欲しかったし、ずっと妊娠したかった。でもここ数年間はずっと別々のベッドで寝ているし、夜を一緒に過ごしたことは一度もない。そんな状況で子供ができるわけないじゃない。あれ、俺たちってそうだったっけ。智也さんはいつもお風呂から上がるとすぐに晩酌、そしてテレビや YouTube を見ながらそのまま寝落ち、起こすと酔った勢いで私にブチギレ。そんな毎日で子供ができると思う？保険の教科書読み直したら？仕事も忙しいだろうから何も言わなかった。子供は欲しいけど、一番智也さんの健康が大事だもの。あなたが毎日外で頑張って働いてくれてるおかげで暮らしていける。だからずっと何も言わずに静かに我慢してきた。でも自分を棚にあげて私を欠陥品扱いするのは耐えられないわ。待ってくれよ、俺全然気がついてなくてさ。なんだか大人になると1年ってあっという間だよな。俺はできる、それなりに妊娠に協力してると思っててさ。私は散々智也さんのことを待ってあげた。でももう待てないから離婚したのよ。それじゃさようなら。あやこちゃんのサポートはあなたが責任を持ってやってあげてよね。みずきさん、お願いだから今すぐ戻ってきて。お腹が痛いから私を病院に連れて行ってほしいの。まだ近くにいるんでしょ。お腹が痛いって大丈夫なの？全然大丈夫じゃないよ。でもお兄ちゃんは帰ってくるのにやけど消えちゃって、だから車も出せないし、みずきさんしか頼れないの。もうあの人ったら。お兄ちゃんが焼け酒のつまみでお刺身を食べててさ、あまりにも美味しそうだったが痛くてつまみ食いちゃって、そしたら急にお腹痛くなっちゃったの。妊婦さんなのに生魚を食べちゃったの？一口ぐらいだったら大丈夫だと思ったんだもん。だからお願い、病院に連れて行って。多分お医者さんに怒られる
ね。でもちょうど今彩香ちゃんの旦那さんに呼び出されているの。こっちもいろいろと大変だから戻ってあげるのはできないかな。え、なんで私の旦那と一緒にいるのよ。呼び出されたってアキラくんが今こっちにいるの。大事な話を聞いてもらいたいらしくてね、わざわざ東京に来ていたみたいなの。それにしてもびっくりしたよ。会うなりいきなり彩香ちゃんの浮気写真を何十番も見せられたの。なんですって。彩香ちゃんたら新婚早々に浮気していたんだね。これはさすがにアキラさんがかわいそうだよ。なんでバレてるの。しかもこのタイミングって。よかれと思って彩香ちゃんの部屋を掃除してあげたみたい。そしたら彩香ちゃんの浮気デートの写真が出てきちゃって、すぐに問い詰めたくて東京に来たらしいんだけどね。妊婦を怒鳴りつけてしまいそうだからってまずは第三者の私に打ち明けることにしたんだって。それが美咲さん。一応私たちが離婚したことも話したんだけどね、話を聞いてもらうだけでも冷静になれるからって協力を頼まれちゃって。というわけでこっちも忙しいからタクシーで向かってくれる。待って待って、もう病院どころじゃないよ。まさかアキラ子に浮気がバレるなんて。でもお腹も痛い。お腹の赤ちゃんに何かあってもいけないし、まずは病院が優先だよ。体調が万全に戻ってから旦那さんとの話し合い頑張ってね。助けてくれ美咲、もうこのままお前が何とかしてくれないか。このままじゃ家が破壊される。はあ？早くは今朝病院から帰ってきたんだ。腹痛の原因はただの便秘だったらしくてな、念のための一泊入院ですぐに帰ってきたんだよ。それが良かったわね。でもそれでなんで家がボロボロになるのよ。彩香の旦那が家で暴れてるからだよ。え、アキラさんが？直接話は聞いたんだろ。彩香の浮気のことも全部知ってるんだろ。うん、昨日全部こと細かに話を聞いたからね。浮気相手は地元の同級生で、彩香ちゃんの初恋の人。同窓会で再会してって超テンプレ浮気だったみたいね。しかもお腹の子供はその浮気相手の子供の可能性が高いらしいわね。そうなんだよ。じゃあ彩香はなんでわざわざ東京で出産を決めたかは知ってるか。え？それは東京のおしゃれな病院で産みたかったからでしょ。もしかして他に理由があったの。その浮気相手に子供を抱かせるためだったらしいんだ。え？その浮気相手が東京に転勤になったらしくてな、それで浮気関係は強制終了。でもその後に妊娠が分かったらしくて、せめて赤ちゃんの顔だけでも父親の彼に見せたい、だったら私が東京で産んであげたらいいんだって考えたみたいなんだ。嘘でしょ。そんなアホらしい理由でわざわざ東京で出産するつもりだったの。それを聞いてアキラくんがブチギレ。最初は冷静に話し合いをしていたんだけど、もう手がつけられなくてさ、彩香に浮気相手を呼び出させるし、浮気相手が来たら早々に殴りかかって。うわー、めちゃくちゃすごい修羅場になっているわね。監視してる場合じゃないんだよ。もう壁に3つも穴が開いているんだ。え、そんなに。いや、ボロボロだし、アキラ君を止めるのにも俺も傷だらけだし、彩香は悲劇のヒロインぶって泣き出してうるせえし、頼むからお前がなんとかこの場を収めてくれ。昨日アキラ君の話を聞いてあげていたんだろ。きっとお前が説得すれば少しは冷静になってくれると思うんだ。そうかもしれないわね。でもそれは無理です。私は他人なのであなたたちと関わるつもりはありません。え、それにも地元行きの新幹線に乗っちゃったし、物理的に無理なので自分たちで何とかしてください。そんなの戻ってくればいいだけだろ。こんなやばい修羅場を見捨てるって言うのかよ。だって離婚した私には何も関係のない修羅場だし。でも智也にとっては勉強になる修羅場でよかったね。はぁ、彩香ちゃんのおかげで妊娠のコツが分かったじゃない。妊娠はぶっちゃけ数勝負だよね。浮気相手とは週5で会っていたみたいだし、それだけ浮気してればすぐに妊娠できるっていい勉強になったね。次はこれを教訓に早く子供ができるといいね。いや、俺は子供ができたらいいってわけじゃないんだ。お前との子供が欲しいんだよ美咲。今までひどい態度ばかりで悪かった。全部直すから戻ってきてくれよ。普通に無理です。私はあんたみたいな
最低男との子供なんて欲しくない。今思えば妊娠なんてしなくてよかったよ。そんな。それじゃ頑張って兄弟仲良く修羅場を乗り越えてね。私は私で新しい幸せをつかめるように頑張るわ。あやかちゃんのお腹の子供を鑑定した結果、やっぱり父親は浮気相手の方でした。そしてあやかちゃん夫婦は離婚することになり、多額の慰謝料を旦那さんへ支払うことに。しかし父親の浮気相手は、東京で可愛い彼女ができたばかりだから無理と結婚を拒否。認知と最低限の養育費だけは払うからとそのまま逃げてしまったそうです。そして彩香ちゃんはそのまま兄である智也の家に居座ることにしたようですが、離婚のショックで毎晩泣きじゃくるし、産後は新生児のお世話に智也を巻き込まれることに。私への財産分与で貯金もほとんど減り、いまだに壁の穴が開いたままの家で暮らしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。